はい、皆さん、こんにちは。フォートナイト考察のたくまんです。今回の動画は、チャプター3に登場する新マップらしきものを見つけてきましたので、その紹介と考察になります。 先日発表されたチャプター2フィナーレイベント G END の予告トレーラー動画。このトレーラー動画のラスト G END の文字に逆さまになった山が映っており、これはフォートナイトの世界の裏側にあるチャプター3の新マップが映し出されているのではないかと考察していましたが、今回この山の形と非常によく似た地形を IO の本拠地にあるパソコンの中から見つけてきました。 こちらはインポスターズモードのあのスカイが隠されていると紹介していたパソコンにログインするためのタスクなのですが画面左側に見たこともないようなマップが4つ映し出されています上から順にハイドロ16のようなダムと見たこともないような形の山2番目の映像は非常に特徴的な大きな山が映し出されており 後ろの山の形が先ほどの山の形と非常によく似ていますので、これは同じマップを近くからと遠くから映した映像なのでしょうか。そして3枚目の映像がチャプター2シーズン1に現れたエゴの基地のような建物と、後ろにはあのクラッシュサイトに墜落しているエゴの飛行機と非常によく似た飛行機が墜落しています。 これは別の島もしくは別次元のエゴの基地ということなのでしょうか。そして最後は一番下の画像。綺麗なビーチの後ろにこれまた切り立った大きな山が映し出されています。そしてこの貝殻でできた家。これはフォートナイトの世界のランドマークコーラルー部にあるものと全く同じものであり、海から頭を出しているサンゴもフォートナイトの世界にあるものと非常によく似ています。 マップの地形は現在のフォートナイトのものと明らかに違うものとなっているのに、ここに存在している。 墜落した飛行機、エゴの建物、そしてコーラルコー部の建物は同じものとなっているんですよね。正直、この情報だけでは、このマップが一体どこにあるのか、検討もつかないのですが、それぞれの写真に映し出されている人物、映像の解像度が悪く、拡大しても誰なのかはっきりとはわからないのですが、自分はこれが、あの、エージェント・ジョーンズなのではないかと考えています。 そして、エージェント・ジョーンズは、もともと現実世界の IO の職員であり、ゼロポイントを使い、いろいろな現実を調査、管理していました。そのいろいろな次元を調査した時の映像とも考えることができるのですが、これがもし、別の次元の映像ではなく、IO の本拠地にある、現実世界の映像だとしたら、 現在、チャプター2の世界は崩壊へと向かっており、現実世界へ逃げ出すのではないかとこれまで考察してきました。もしこの映像が現実世界なら、そう、これは現実世界にあるチャプター3の新マップの伏線だったのかもしれません。 実は上から2番目に映し出されているこの大きな山、あの予告トレーラーの逆さまになっている山と形が非常によく似ているんですよね。フォートナイトの運営は意外なところに次のシーズン、次のチャプターのヒントを隠しています。 チャプター1が終わる時もチャプター2のシーズン1に登場するカオスエージェントをはじめとしたファイナルレコニングのメンバーがゴッサムシティの映画館にポスターとして貼り出されていました。今回もどこかしらにチャプター3のヒントが隠されているはずです。そしてそのチャプター3のヒントとはこの IO の本拠地にあったパソコンに映し出されているこの映像だったのではないでしょうか。 チャプター3の新世界。全く新しい世界が待っている。